始まりました。ブリトチャンネル。アゴキングです。アゴキング。ゴー。やってまいりました。この企画、お団子アゴキングといえば大食い早食い対決。出た。ただですね、今までの早食い対決は前回で最終章ということで、なんかね、一応ねピリオドを打ちましたんで、はい、今回は別企画になります。おお。今回の企画はウーバーイーツで5000円分注文並び合って大食い早食い対決。どう。お互いに食べさせたいと思うメニューを Uber Eats の中でお店を探して、ね、買ってもらいます。で、どっちが早く食べ終わるかというシンプル。まあやっぱり安くて量が多いものを選んだ方が相手を不利にさせられるので。なるほど。そして敗北者は罰ゲームです。毎回よ、勝負に対しての罰が重すぎるのよ、あなた。前回なんかよくわかんないクソスライムみたいな。敗北者は勝った人が食べたいと思ったその日のウーバーイーツを身代わりする、はい、好きなタイミングでサブちゃんにあげます。うわー、証拠として。それではウーバーイーツ頼み合い、いじめ。今12時15分なので12時半まで。開かないでください。ちょっと置いてください、置いてください、携帯置いてください。そんなルールですか。そんなルールでやってましたか。やってます。やってました。それでは頼んでください。はい、購入しました。やったー。これそれぞれが頼んだものが目の前にあります。はい、これを今からですねチェンジして大食いバトルをしてもらいます。ちょっと大きいよね、あなた。誰が言ったまずね、僕が頼んだやつ、あなたで食べてもらうやつですよ。はい、うまそうじゃん。カレーですね。ありがとうございます、勝ちました。で、これは何もつけれるんです。これ何回何なんだけど、マジのそれもめちゃめちゃナッツ、カシューとかナッツが乗ってるなぁ。ねぇ、ちゃちゃちゃピヨーこのピザでやろうするなぁ。ピザじゃん。インド豆サラダ。え、これでカレーや。まず1店舗で、次僕は一応辛さを今回重点的に。うーわ、激辛。これチキンヤンニョムですか。甘辛のあれあるじゃないですか。うーわ、それで辛さが選べるやつ、一応大辛とか中辛とかある中で一番辛い、猛威を振るうの猛って感じに辛いで、猛辛です。それ何それ。はい、こちらズドン。うわー、量やばい。うわなぜうわなぜそばにラー、のやつ諦めるな。あ、ラー油で辛いってこと。そう、ラー油で辛いつけそば。麺多くない。これは普通のそばなんですけど、これにうわ、なんか出てきたなんか出てきた、わさびみたいなの出てきた。揚げ揚げちくわで、トッピングの牛で、あと天かすトッピングとか海苔とか、あとラー油、そばのトッピングね。はい、つけました。なるほどね。はい、では青木さん。はい、私はもうね、名だたるファーストフードチェーン攻めました。まずはね、このピザハットさん。ザピーザピーザピーやで、ポテトもついてる、これサイズで。あとコーラ。うわ、飲み物ね。トッピングで買いました、これで。クリスピークリームドーナツ、やっぱね、たのつのつといえばやっぱドーナツで、お団子さん絶対パンとかそういう水分ない系で、もちろんノーマルのこの。ちょっと青さんね、え、マジでふわふわだから水分なくてもいけるんだよ。それやるなら、ミスドでオールドファッションとかの。ああ、それで、あとシンプルにマック。でも、しかもマックで何が一番きついって、マックのチキン結構バリバリなのよ。なんで、歯応えの。うわー、チキンクリスプ。おお、これ、130円です。あとポテト L。ポテトまたしっかりきつい。で、かぶりました。え、チキン。うおー、え、激辛じゃん。え、超激辛。これやばい、それはやばいよ。しかも大きさもほぼ一緒だから。じゃあ激辛チキン。これ俺一番やばいで、この激辛チキン頼んだら奇跡的にセットでこのコーラの缶がついてました。いや、これだ。で、私はもうジャンク攻め。それでは今頼んだものをチェンジしてお互いのものを食べてもらいます。 OK。 それでは参ります。ウーバーイーツ5000円大食い対決、レディーゴー。さあ、いったらないか。もう飲み物いきたか。考えてます。ポテト、炭水化物先に入れるとお腹の中で膨れるから肉先いくっていうね。ただその肉先が辛いらしいですよ。かんねえな、かんねえ。何あっ、うわ、俺も一個いっとく先に。甘いけど辛い。お団子チキンの方が辛くないんじゃん。うん、青木が頼んだお団子チキンは激辛、焼くけど辛い。辛い。おー、かんねえ。甘くもないの青木。お団子さん、ハンバーガー終わりました。うん、1品目完食。テアピザやばい。一回そば行きます。ドーナツ。おお、ドーナツ行きます。うまそう。特になくなる。これは美味しいわ。ちくわうまっ。そばをほどいてる間にもうカレー食います。すんごい変な感じ、すんごい甘いし、すんごい辛いし。うん、カレーもカレーだ。おい、どうなってんだこれ。
ちょっと物量多すぎるんだけど俺の。バイトすごいそば食いたいけど、すごいくっついてます。こういうトリックでした、うん、作戦あっち汗すごい、やっとそば出る、カレーよ最強、うまこれ甘いな、チキンどうにかしてるよこれバカバカ、もう怖くて食べれない、俺ダメだ、ちょっと辛いのこれ、俺無理、京帝京帝頼んだもん、調味料ありにしてマヨネーズとかまろやかにしようよお互い、こっちら水ないんで、よそば大食いバトにしよう今からでも遅くないこれマジで痛くない、ちょっと慣れてきた、おいおいまだ全然ダメだ、そば入れながらいけるわ、すごい頑張ってください、これ勝った方がウーバーイーツ王ですから、それだけじゃないです、言い忘れてました、え、なにウーバーイーツ王というのをツイッターのプロフィールにかけます、どうぞ、無理だ、それで良かったことないよ、ピザとナンもね、半分以上食べてるし、ドーナツも半分ない、そばも半分ぐらい、うん、いい勝負ですね、腹だいぶ膨れてきた、若干お団子さんの方が早い感じする、それぞれ一回、あのキャンプカードってありますから、あの、一回ですからね、いいタイミングで使ってください、ライバル、あれ青キングさん使う、青キングさんのチャンスカード、何何何こちらです、おおおおこの方が応援してくれます、ほんめ、ガメン頑張って頑張って、肩もんでやって肩もんでやって、あの僕が痛みを与えるんでそれで噛んでください、その間確かに、あの僕つねりますよ、痛い痛い早く今食べて、痛い痛い、チャンスカードがいい、さあなくてよかった、カメラカメラ痛い早く痛い終了です、チャンスカード、なんだよこれ、邪魔されただけだよ、何の意味もない、ドーナツないじゃんもう、あと2個同時進行ポテト、やっぱね、もうチキンで食べながら行かないとダメだこれ、負けるぞー、負けるぞー、行かぞー、あと2個ずつおお、いった、これでサラダやっていこう、なんかサラダも辛く感じる、そうなんだよ、なんでもう、舌が全てそうなのかな、うわちょっと全部減ってきてんな、おだんごさん、ドーナツ1個にピザそれ食べたら、多分あと1ピースだよ、うわもう唐揚げはお互い1個ずつだね、唐揚げってなんだよ、唐揚げだったらすぐ食うよ、何飲むな、一緒に飲むな、しかもおだんごさん、チャンスカード1枚残ってますから、もう、さすがに口もめちゃくちゃなんで、使います、使いますか、チャンスカードお願いします、はい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 、チャンスカードは、はい、この方に罵声を浴びせてもらうと、なんだよそれ、脳を刺激されることによって辛さがやっぱ中和されるかもしれないから、罵声できないよこの文句言う、あ、噛んじゃった噛んじゃった、オッケー、そばこれで、そばこれ止めるな、せよせよ止めず食え、はい食え、そばこれで終わりですよ、お、あっちがふざけてるよ、おいチャンスチャンスチャンスはい、食え、ほらわ、応援、もう3分時間ね、ほら応援、応援じゃないですよ、その間ほら応援、はい食え、飲むな飲むなってか、早く食え、おめえは何々見てたな、おめえはほんと、動かねえ、お前タヌキ見てたな、おめえはもう食えよ、おかおい、怠け者、終わりです、チャンスカード、何だったの、お前じゃあ、ウォッキングさん、そば食べ終わります、これえぇ、そば終わりる、そば終了、やばい、うん、はい、お、これで終わり、あ、アホキングさんも、何が、それ食べたら、終わりですね、なんと一つでも残すな、ナッツ地味にきついわ、頑張れ自分頑張れ、今のお前だったらいける、アウトドア終了、やばいやばいやばい、ナンはちょっと残ってますね、豆が、おお、いきいたいきいた、うん、お、ポテト豆をそれぞれ口の中に入れました、いくぞ、スナックの好き、あ、違いました、いくぞ、いい勝負だな、あとお互いチキン1個で、さらにお団子さんはコーラ1本とトマト1個、青キングさんはサラダとカレーがちょっとずつって感じですね、あ、決めました、チキンはもう最後に口に入れる、もうやめよ、うまいっす、満足、あ、もう終わりじゃん、青キング、え、なんかやばいよ、あとチキン、あとチキン、チキン1個とカレーのそれを食べれば青キングさん終わり、お団子さんはチキンちょっととあとコーラ、あ、え、いい勝負じゃん、カレー完食、あとラスト、何これ？ラストチキン、うわー、デカチキンある、デカチキン、え、どっちだ、コーラ飲み終わり、
ヘッグマンズ、ヘッグタグ、口の中がなくなった方がいいですよ。アホキングさんはまだ残ってて、お団子は一気に口の中に入れた。お団子で飲み込めば終わり。アホキングさん大丈夫か。あ、ちょっと、終わる終わる、アホキングさん終わる。どっちだ。ということで、僅差で、アゴキング勝利、勝ったっけ、嘘だ。あの、ごまかし、入ってないですよね。入ってる、ちょっともう、正直にしろ、お前、アゴキング入ってる。そういうわけで、ウーバーイーツ王は、アゴキングです。で、力を、そして、特典として、素敵に、お団子ウーバーとして、小玉さんは、コキ使います。やったー、ごちそうさまです。映ってたけど、ここ後ろの刈り上げすごい汗かいてるからね。ごちそうさまです。また今度ご、ああ、それでは2人が頑張ったよって方を写真撮る、ごちそうさまです。それでは、あらえ、鼻もやばい、口もお腹もやばい、あらえ、なんなんですけど、あの、これ、なんなんですけど。